どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたしますバンドリ、来ましたよ皆さん。いよいよ明日年末年始のドリームフェスティバルガチャが始まりますね。今回も正月とあとは、ドリフェス限定キャラが一緒になったドリームフェスティバルガチャが、実装されます。で、正月イベントは、まあ、現在分かっているのはかすみちゃんとあやちゃんが星4で登場するということと、あとは、ランちゃんがドリームフェスティバルガチャで登場して、あとはリサ姉がねドリフェス限定になるんじゃないかって言われてますけど、まだ、確証はないので何とも言えないんですけどね。ここはね、まあ、おそらく、まあ、リサ姉なんでしょうけれども、まあ、ランちゃんとリサ姉が来ると。で、衣装としては、まあね、ドリフェスは、ランちゃんの場合もうアフターグロー2人出てますから、モカちゃんとあとつぐみちゃんの、ね、衣装が出てますから、まあ、こんな感じの衣装になると、まあ、写真でも分かりますからね。で、リサネもロゼリアで、サヨさんとアコちゃんが出ておりますから、おそらく恒例に近い、衣装になるんでしょうけども、かすみちゃんは出てるんだけど、あやちゃんもまだ分かんないね。うん、あやちゃんどんな印象になるのか非常に楽しみです。で、前の動画で、ね、かすみちゃんは確実に来ると言ってたんで、私はドリフェスか正月で絶対かすみちゃん来るって言ってたんで当たってよかったんですけども、それ以外はね、まあ全部外すというね。本当に、うん、なんかすいませんでした。それにしてもまあ豪華メンバーですよ。ボーカルメンバー3人いますからね。こんな豪華なねガチャありました今までに。もう完璧にガルバの運営さん皆さんのお年玉とボーナス奪いに来ましたからねこれね。いやー、それにしても12月31日15時からドリフェス始まります。ちょっと私もうすでにキラキラドキドキしております。楽しみです。ほいじゃあ皆さん、またね、バイバイ。動画を見てくれてありがとうございました。いつかチャンネル登録もお待ちしております。よろしければ他のマーシーの動画を見てみてね。バイバイ。